この梅雨時期のチリチリパサパサが誰でも簡単にあっという間に解消されちゃいます。参ります。はい、こんにちは。ごめんなさいののぶです。今日はですね、この梅雨時期から夏にかけてですね、湿気で髪がチリチリパサパサになってしまう、そんな方に朗報です。ご用意していただくのはたった一つだけ、くるくるドライヤーです。この後ですね、実際この道30ゆえなのベテラン理容師このノブがですね、くるくるドライヤーを使って起きたままのボサボサ頭をですね、あっという間に超簡単に誰でもできる方法で綺麗にしてみせます。どうぞそのシーンをですね、穴が開くほど見てください。そしてその後、詳しく解説しますので、必ず最後までじっくりとご覧ください。では、行ってみよう。はい、では早速参りましょう。こちらのくるくるドライヤーね、どんなものでも結構です。これもね、確かアマゾンで2000円台とかで買った安物のくるくるドライヤーなんですが、今から誰でも簡単にできちゃうね、このくるくるドライヤーを使ったこのチリチリパサパサの解消法をやります。解説はね、後からします。ドライヤーの音ちょっとうるさいのでね。これからやる方法、ぜひどんなところがポイントなのかしっかりとですね、注意して見ながら頭で考えてみてください。参ります。はい、たったこれだけです。誰でもできちゃうくるくるドライヤーでのチリチリパサパサの抑え方実践してみました。この後解説します。その前にちょっとね、仕上げしちゃいましょう。ツルツルパサパサはね、すっかり解消されたのがわかると思います。毛先が跳ねたりね、ジリジリしてる毛がなくなったと思います。のぶさんいつもこんなハードスプレーを使ってますね。根元を立ち上げて、根元にシュッと、こんな感じでね、根元に、ハードスプレーをします。ランダムに、割とね、遠目から一瞬しかスプレーしないって感じね。はい、そしたらワックスをつけてます。よっ、こんな感じ。手でよく伸ばして毛先からつけます。必ず毛先ね、この毛先ね、こんな感じ、毛先につけます。いつもで、手に残ったのをフェイスラインというかね、この根元の方向にもつけます。どんな感じかな。で、より湿気が多いときはさらにハードスプレーをしたりなんかもします。これでさっきのチリチリパサパサとは全然雰囲気が変わりましたということで、この後解説します。はい、ということでご覧いただきましたが、いかがだったでしょうか。まずですね、驚くべきことは何もつけずね、濡らしもせずにくるくるドライヤーをしてました。これはですね、梅雨から夏にかけて湿気が非常に高いね、湿度が高い時にだけ通用する方法です。なぜかというと、今この動画を見てくれている方の多くはですね、チリチリパサパサが気になってますね。そういった方というのは湿気でその現象が起こってしまっているんです。つまり髪の毛は濡れていると感じるほどではないにしても、水分をかなり吸ってるんです。なので、直接くるくるドライヤーでやってもその水分を利用して形をつけることができる、ツヤツヤサラサラにすることができるというわけね。そして、やり方の中で一番注目しなければならないのは、いろんな方向にくるくるドライヤーで溶かしていました。決して上から下に引っ張るようにとかね、上から下に押さえつけるように使っていません。いろんな方向から流れに逆らうかのようにくるくるドライヤーで溶かしていました。これがで、ね、一番大事なんです。もしね、あなたがぺったんこにしたいというのであれば上から下でもいいんですが、ふんわりナチュラルに仕上げたいのであれば、いろんな方向、髪の流れに逆らってくるくるドライヤーで溶かしていく、
このことをしてみてください。そうすることによって、無駄にボリュームを抑えつけずに潰さずにチリチリパサパサが綺麗になります。それとちょっとね注意しなければいけないのは、くるくるドライヤーというのは先っちょがブラシになっているのでね、頭皮に強くこすりつければ、非常にね、頭皮を痛めます、傷がつきます。なので、頭皮には極力強く当てない、優しく撫でる程度にやってみてください。それとね、今回ご紹介した方法、確かに誰でも簡単、ほぼ1分で終わっちゃうと思います。めちゃくちゃ楽な方法ではあるんですが、時間が経てば当然またチリチリパサパサは出てきます。これは仕方がないことなんです。もしそれが嫌なんであれば、宿毛矯正をかけるとかね、逆にパーマをかけてしまうとか、そういった方法をするしかないです。それがあなたの髪質だと思ってもらうしかないんですね。ただし、お化粧どうでしょうね。夏場汗をかいてね、お化粧がすぐ落ちちゃうわ。そうした時あなたはどうするでしょうか。1日に何度でもお化粧直しをするはずです。髪の毛も全く同じね。なのでお髪直しという概念を持たない限り、この問題は解決できないんです。くるくるドライヤーってそんなに大きなものじゃないよね。バッグにスッと入れておけるぐらいの大きさなので、もし気になるようであれば、これだけほどね簡単にできる方法ですので、例えばお仕事に行く前に綺麗にしました、でもお仕事終わってそのまま誰かとお食事に行くなんて時は、その直前にもう一度やる、こんな風にお化粧と同じようにですね、お化粧直しならぬお髪直し、これは必要になってきますのでご了承くださいませ。ということで、参考になれば幸いです。現場からは以上です。ではここからおまけコーナー参りましょう。今日のおまけコーナーはですね、かつてのぶさんが一緒に魚釣りに行った魚釣り系 YouTuber のあの人の登場です。撮ってるやん。もう撮ってるもん。俺も撮ろうかな。はい、こちら過去の動画で、ね、ご紹介したので、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、観音寺五郎さんです。実は先日、この観音寺五郎さんをですね、のぶさんのとっておきの秘密のポイントにアテンド、ね、ご案内しました。その時の様子を見ていただきましょう。 VTR スタート。よし、あ、乗ってるじゃん。乗ってる。お前、あー、暴れてる。重量がある。カメラ撮って。入った。でかい。でかい。やった。うわ、このサイズでか。でか。やった。これ何キロある？あ、でかい。いや、これ何キロあるんですか、これ。これで2キロあるんじゃないですか。ね、2キロって言わないじゃん。やっとかな。いや、でか。体のやつもこんなだったもんな。うん、でか。うわ、やった。ノブさん、ありがとうございます。やった。でかい。でか。ちょっと持ってみましょうかね。大丈夫。これ玉網いりますね。あの名人だから大丈夫。これでかい。すげえ。この首。すげえ。バッチリです。うわ、ちょっとライト消そう。ほら、ガブってきそう。はい、いかがだったでしょうか。超大物が釣れたんです。残念ながらね、のぶさんは釣れなかったんですが、五郎さんをね、初めてのぶさんの秘密のポイントにご案内して、五郎さんに釣らせることができて、ひとまずね安心しました。ではこれね、何が釣れたのかというのは、ぜひこの観音寺五郎さんの動画をご覧ください。ちなみにのぶさんの妻なっちゃんも出演をしておりますので、ぜひこちらの観音寺五郎さんの動画、 URL はコメント欄の方に貼っておきますので、ご覧くださいませ。そしてね、ぜひ観音寺五郎さんの動画の方にですね、コメントしていただけると、五郎さんもねやる気が出ますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、今日のおまけコーナーは以上です。
では今日も最後までお付き合いありがとうございました。告知させていただきます。次回のライブ配信はまだ日にちがのぶさん覚えておりませんので、赤ずがきっとここに出してくれるでしょう。はい、こちらの日にち今のうちにですねスケジュールをチェックしておいてください。ぜひのぶさんのために時間を空けておいてください。そしてぜひチャット欄の方を盛り上げてください。よろしくお願いいたします。それとこののぶや本店のぶというチャンネルにはサブチャンネルがございます。その名ものぶや音楽館です。こちらは過去のライブ配信の演奏シーンを切り取ってのぶさんがほんのちょっとおしゃべりを添えて短い動画、毎週日曜日の夜9時に投稿しております。ぜひこちらも可愛がっ てください。URL はコメント欄の方に貼っておきます。てな感じで、なるほど納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録&高評価ボタンをよろしくお願いします。では次は木曜日に会いましょう。バイバイ。じゃんけんぽい。グーでした。では恒例の私女に生まれてよかった、そして俺男に生まれてよかった。 OK、 ありがとう。1、2、3